はい、皆さんこんにちは。本日は神道について理解を深める動画として五兵と呼ばれるものについて作っていきましょう。五兵はどういう形があるかといいますと、こちらの後ろ、吉田神道行事団と呼ばれるもの、これは江戸時代まで吉田神道と呼ばれる神道の考え方の中で行事を行うために作られた祭壇です。そこに数多く建てられているものが五兵の一つになります。本日はここまで大きなものではありませんが、皆さんが身近な道具を使って作れる五兵についてご案内していきたいと思います。はい、ということでこれから早速五兵について作っていきましょう。まず紙の方ですね、こちらで最初にしでと呼ばれる部分を作っていきたいと思います。しではそれをつけることによって、そのものやその場所が特別神聖であることを示すものです。でこちらですね、折った数によって、折り下げた数によってその名前が変わります。今回は現在神社等で広く使われておりますよたれを用いていきたいと思います。まず紙を2つに折りまして、さらにそちらを2つに折ります。またさらにそれを2つに折りまして、これを広げていきますと、均等な幅が1,2,3,4ということで4つよたれの材料が出来上がるわけです。で実際に切り込みを入れたものがこちらになります。それぞれ折っていきましょう。まず折り下げる際は一番端っこは特に折りません。2つ目の折り下げのところから実際に折っていきます。はい、これでしでの出来上がりです。で神社で使うしでですね、鳥居につけるしめ縄や、あるいは特別神聖な場所を囲うもの、まあ、そういった時にこのしで多く使いますが、通常は同じ方向に折り下げたものをいくつも使います。ですが五兵についてはこのしでを組み合わせて使いますので、2つ目のしでについては折り下げ方を逆側に折っていきましょう。先ほどは向かって右手を折っていきましたので、次は向かって左手を折り下げていきます。はい、そうしてこのような形で対になる折り下げ方ですね、対になるしでが出来上がるわけです。はい、このような形です。続けて五兵の兵の部分、本体について作っていきましょう。まず紙を同じように2つに折りまして、でこちらを今度三つ折りにします。折る際は左手が内側、そして右手を外側になるように折りましょう。このような形になります。これをさらにこの串に挟みます。これが五兵の一番基本的な形です。差し込む際は折ってある側、山折りの部分を下側に差し込みますと、串に刺した際に紙が傷まずに刺すことができます。さらにこれにしでと呼ばれる部分を差し込んでいきます。こちらで最もシンプルな形の五兵が出来上がりました。以上が五兵作りについての動画でした。ご視聴ありがとうございました。